皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂谷敦です。ゴールデンウィーク最終日ですね。5月6日です。令和元年ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。今日ご紹介するお料理は人参を使った、人参を、5月は2回人参の料理ご紹介しますが、まずデザートからご紹介します。キャロットケーキですね。イギリスではよく食べられる人参を使ったケーキのご紹介です。材料こちらです。では順番に説明しながらいきますね。卵ね、きび砂糖、きび砂糖混ぜます。いつもあの卵塩を混ぜるとき、卵お砂糖を混ぜるとき注意している点は、すぐ混ぜる、こう入れてこのままでもダメですね。このまま放置するともう何十秒か経ったらタンパク質が凝固しますので、ダマダマができますね。なのでまず混ぜる。人参のラペですね。それからアーモンドプードル、ふるってます。薄力粉、ふるってますね。でサクッと混ぜて、分量外、塩一つまみ、溶かしバター、溶かしバター、焼き上がりのバターの風味がこう一層ね、あの焼き菓子の風味を引き上げて引き立ててくれます、ね、小鍋で溶ける温度で溶かすか電子レンジで溶かすか、いずれかですね。でサクッと混ぜたら型に、今日はねどうでしょう、これ何センチですかね、はか、あのあれありますか。今日もいつものようにジル君が横で控えてますんで、金髪が今日も抱えてますね。10センチの高さが3センチの小さなパウンドケーキ型ですね。80g。ちょうど6本分です。パウンドケーキ型にバターを塗って、強力粉をまぶして準備しておきました。そこにアパレイユ、人参ケーキのアパレイユを流して準備して今の状態ですね。これを175度のオーブンで25分焼いていきます。では25分キャロットケーキ25分経ちました。串を刺して生地がついてこなければ焼けてます。で仕上げにですね、風味とあと焼き上がりがしっとり、でバターとオリーブオイル合わすとまたこう相乗効果で全体的にぐんと香りが引き立ちますんで、エキストラバージンオリーブオイル、フレッシュなものですね。それから、キャトルエピスという4種類のスパイスが混ざった香辛料ですね。振りかけます。手に入らなければシナモンパウダーで結構です。こう焼き上がりにかけることによってまたこれも香りがぐっと引き立ちますので、粗熱が取れたら
型から外して冷蔵庫でしっかり冷やします。はい、仕上げにですね、粉と粉砂糖ですね、粉砂糖とホイップクリームを上で、人参のケーキの完成です。人参のケーキが出来上がって試食をします。ジルがこれから面白いこと言いますね。マザさん、よろしくお願いします。いや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 、ハードル高、ハードル高。ゴールデンウィーク最終日、今もうめっちゃ忙しいんやぞ。最後の日でめちゃめちゃ忙しいです。疲れたなジル。思いつきました。もうもう始まってるんですけど、28日から休まずに。休んだやん、俺休んでないわ。僕休みましたか？休んだの。僕はずっと仕事して、アランとジルは休んだんですけど、まあ、でもおかげさまでたくさんお客さん来てもらって、父忠夫も出ればよかったな。いや今度出しますね、ただ寿司の握り方。今日最終日なんですよ、5月6日がシャンパンバーの。もう今いっぱいお客さんそこで待ってるんですけど、早く食べて、はい、早く準備して、ね、バーを再開しましょう。どうぞ食べてください。じゃあ早速いただきます。食べれる？ちゃんと上品に食べてね。お上品ですね、うん、口あれね、カドラリア歯に当てないの。ちょっと口がちっちゃいんです。そうね、断面見た方がいい。え、一口？いや、ちょっとこれはいけるでしょ。いける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 かな。クリームたっぷりね。人参嫌いでしたっけ？人参は大丈夫です。うわ、すっげえな。ジルのあれが長いんで説明しながらしますけど、どうぞ食べてください。いただきます。キャロットケーキすごいね、一口が。キャロットケーキにチョコチップとか混ぜた、人参チョコレートケーキとかもあるんですよ。ホワイトチョコレートもいいと思うし、どっちもいいんですけど。人参はどんな役割を果たしてるの？外サクで中ふわなんですけど、うん、こう食べてって噛んでる時と鼻から抜ける香りに人参の香りが残ってて。それで人参嫌いな人食べる。だからかな、逆にこういい特徴を捉えてる。逆にいい特徴を捉えてます。キャトルエピス、スパイスの香りはどうですか？ふわっと、ふわっと、主張しすぎず、これをまた鼻から抜ける感じです。でもキャトルエピスは嫌いじゃない。仕上げにこうウイスキーとかお砂糖を溶かして表面塗ったりね、お酒の風味が好きな方は相性がいいと思いますし、レーズンやミントを刻んで中に混ぜて作っていただいても非常に美味しくなると思いますので、今日はもう皆さん疲れてますから早く休んでもらって、はい、来週のそうですね、11日12日の土日あたりに作って紅茶をたしなみながらお楽しみいただけたらなと思いますので、ということで来週また人参使ったスープご紹介しますのでお楽しみにご覧ください。セボンです。